皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。腕時計専門店ジャックロードの黒部と申します。矢野と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、本日9月21日の今、ジャックロードスタッフがおすすめしたいヴィンテージウォッチをご紹介していきます。ヴィンテージ特集ですか。そうですね、はい、矢野さんのチョイスがちょっと個人的に非常に楽しみでございます。あるやん選んでまいりました。それぞれ選んだモデルをこちらにご用意いたしました。はい、はい、では早速、ご紹介していきたいと思います。まずは私からでもよろしいですか。はい、もちろん。ありがとうございます。私が選んだヴィンテージウォッチはこちらのバブルバッグでございます。ロレックスのバブルバッグですね。裏見せないと。裏見せないと。見せないと見せないと。ありがとうございます。ありがとうございます。丸みですね。いい丸みですね。そうですね。バブルバッグですので。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。まあ言わずと知れたロレックスのアンティークウォッチの中の人気のファンの多いモデルかなと思うんですけれども、名前の由来って言ったらもうね、言うまでもないかもしれないんですけど、この裏のね丸み。になっております。リベルド側でもこれスイス国旗みたいなやつですね。そうですね、ここの、ね、プラスマークのやつ。そうなんですよ。まあなんてたって可愛いんですけどね。そうですね、はい、バブルバッグっていうのはあくまで相性でして、基本的にはオイスターパペチュアルになっておりますけれども、もうこちらのどちらもですね、1940年代のモデルになっているんですが、バブルバッグ自体は1930年代から製造が始まっていて、50年代ぐらいまで作っていたモデルになっていて、まあ30年代40年代50年代って一節で言ってももう100年近く前の、そうですね、90年代ぐらい、そんな時計が今ここにあるって。そうなんですよ。でバリエーションが結構豊富なんですよね。こう一口に言ってもケース系が違う、31ミリとこれ34ミリなんですけど、ありがとうございます。あ、すごい、そうですよ、逆ですけどね、逆なんですけどね、ありがとう。見せるため、見せるためですね。これただ裏が厚みがあるんですけど、乗っけてみると、ちょっと待ってください、矢野さん、腕貸してください、矢野さん乗っけてみると、なんとボコンとこう不格好に出ないこのマテリアルの馴染みの良さといいますか、これはねすごいなって思うんですよね。なんかこう違和感なくないですか。ないですね。ただこうすごいポッコリしてるんですよね。意外とポッコリしてるけど、ポッコリしてる。つけても別にね、それが出るってわけじゃないし。そうなんです。こっちもねかなりポッコリしてる。まあ言うても今のサブマリーナとかも1センチぐらいあるから、まあそのくらいじゃないんですかね。とんでもなく分厚いわけじゃないんですけどね、ただこのオイスター機構なんですかね、このオイスターパペチュアルにしたらやっぱり分厚いなっていう感じはやっぱりするんですけど、やっぱり乗せたい。でこの文字盤もいろいろこうバリエーションがあってですね、こうスモールセコンドでニシンのものがあったり、こういう逆で置いてた、失礼しました、恥ずかしい。あ、いいのか、慣れてなくてすみません本当にこちら側が見せやすくていいんじゃない。そうなんですよ。そう、ベルトもね、ベルトでおりさん臭さがなくなるっていうね、すごいですよね。これはもうもちろんロレックスのベルトじゃなくて当社がオリジナルで製作しているベルトなんですけれども、こうどう組み合わせるかによって全然違うんですよね。これなんかも女性が使っても全然問題なさそうな。もう私ちょっと欲しいぐらいの、このおしゃれなね、このこれから来る秋のね、秋冬の季節にね、コートとかにもね合いそうです。合いそうですね。緑のコートとかつけて、ちょっとこうアイボリーのニットとかにもね、そう合いそう。緑とか赤とか、ね、赤とか、ね、似合いそう。そんな感じでファンがねいらっしゃるかなと、多い今でも愛されるモデルということで、ちょっとバブルバッグをご紹介させていただきました。はい、では矢野さん出番です。お願いいたします。はい、はい、じゃあ私が持ってきたのは、まずこちら1本目が、タグホイヤーの彼らクロノグラフです。お、
はい、まあね、ゴールドで刻み込んですけれども、これなんで持ってきたかというと、はい、今あのタグホイヤー、ホームページ見た方は知ってると思いますけれども、ライアン・ゴズリングがですね、はい、あのタグホイヤーの、彼らの60周年記念モデル、記念として今あの CM 作ってるんですよ。おう、うん、5分ぐらいの CM なんですけど、はい、結構本格的に作ってて、はい、でそれもあって、でしかも今あのバービーっていう映画今日本で公開中ですけど、うんうん、まあ、ちょっといろいろね、あの話題はありましたけど、で、あのそれの、劇中でも使ってた、ものと全く同じものです。すごく貴重でして、しかもこれね、程度がかなり素晴らしいんですよ。まず裏蓋にシールくっついてますし、その残念なところがその塗料というか塗装が剥がれちゃってるんですけれども、まあまあまあ、このブレスレットのところね、でも使用感っていうのはほぼほぼない。正直この状態で残ってるのってかなり希少というか本当になくて、うん、このまま映画でも使えるんじゃないかっていうね。確かにね、うん、素晴らしさなんですよ。すごい綺麗ですね。バービーにね、剣が使ってるんですけど、ね、剣さんも、そうそう、剣さん、そうで、これも俺つければあのバービーの剣役になれるんじゃないかって、ね、なれる、なれる、ライアン・ゴズリング、見えてきた、見えてきました、見えてきました。シックスパックは足んないそうですねシックスパック足せば多分ライアン、はい、そうですね、うん、ライアン・ゴズリングになれると思うんですよね。じゃあ編集で足していただきましょう。そう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 、うん、いいんじゃないあ、すごい綺麗ですね。そうでしょ。まあね、個人的にはちょっとライアン・ゴズリングじゃなくてライアン・レイノルズがとプールのね、好きなんだけどね、そうですね、まあ、ちょっと置いといて素敵な俳優さんですかこちらは、うん、あ、そっち行っちゃいますか。はい、こちらはですね、ジャガールクルートの、マスターマリーナ、マリナーです、これ一応。なんかマリーナとかマリナーって名前がいろいろあるんですけど、はいはい、うちはマリナーで、マリナーで出してます、ね、出しております、ね、はい、はい、普通のね、多分あの知ってる人は分かると思うんですけども、あのマスターマリーナの、ちょっとデザインとは全然違うテイストを持ってまして、うん、もう見た目で選んじゃったんですけど文字盤のね、この真ん中のところでこう光の加減で色が反転するんですよ。わ、あの人造人間機械だみたいな、わかります？わからない、すいませんすごいですね。そうそうそう、いやこれどうやってるのかなって本当に面白くてずっと見てられるんですけど、多分まあこの真ん中のところでこう多分彫りというか反射の多分角度変えてるんでしょうけど、これカメラでこんな綺麗にいけるんだな。映るんですかね。映ってる？映ってますか？映ってます？カメラマン見えてますか？カメラさん映ってます？はい、色が反転してますね、あ、いいね。そう、どういう原理なんですね。まあ、ね、面白いよね。面白い。まあ、で一応このデザインも多分アールデコ調を模してまして、まあ幾何学、まあ、直線と曲線で、幾何学的な模様で、まああのデートの横にわざわざこのロゴをアプライドして持ってきてる。うんうんうん、もう全部あの左右対称にしてるんですよ。まあこれとアールデコ調の一応特徴なんですけど。そうですね。だと思うんですけど。いやでも、もうその通りかなと思います、うん、本当に。ね、面白いよね。いやー。で、ブレスレットはね、まあ皆さん大好きなケイフレア社のブレスレットです。うん、中ここに見えないよな。鹿さんマークがあるんですけど。ぜひ。見えます？ぜひ見ていただきたい。ですかね、ちょっとどうでしょう。どうでしょう。見えている。頑張って。頑張って。がかな。ぜひ店頭で。そうですね。ぜひね、店頭で見ていただけたら。しかもこれブレスレットもバックルがね、うん、純正なんですよ。はあ、嬉しいですね。そう。キャリバーもこの頃から。全回転式になってるキャリバー使ってるんで、うん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 、まあ何でしょうね、ジャガールクルートの新しい出発点みたいな時計の一本でございます。いい時計、見た目で選びました。あ、最後にそれ言わなくてもそんなところでしょうかね。そうですね。
野さんらしいシックスパック欲しいな時計を見ながらシックスパックということも、ね、なかなかないと思うんですけど面白いですね。いろんな時計がヴィンテージって ありますのでね、はい、現行品とはまた違った魅力あふれるバリエーション揃っておりますので、ぜひ皆様も遊びにいらしてください。はい、はい、では時計の紹介に関してはこちらで以上でございますね。はい、はい、以上でございます。気になるモデルはありましたでしょうか。皆様少しでも気になっていただけたら嬉しいなと思いますけれども、ぜひお越し近くお越しいただけましたら。最近ね、噛んでるね緊張してる緊張してます。ちょっと久しぶりの撮影だったのですいません、ね、緊張して。気になった時計があったらね、はい、ぜひ最近ストアとかね、はい、近くいらした時に撮影の、ね、そう出てる方ですかって言ってくださることも。そうなんですよ、はい、ありがたいことに。本当に恐縮ですよ、もう本当に。ぜひ声かけてください嬉しいですので、はい、本当です。はい、他にも動画の感想とかね、はい、動画で取り上げてほしい時計とか、はい、などがありましたら、はい、コメントをどしどしお待ちしております。どしどしお願いします。どしどしです。どしどしです。はい、それでは本日はこちらで以上となります、はい、ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。パチパチパチ。